ベーコンの反乱。ベーコンの反乱は、1676年にイギリス領バージニア植民地でナサニエル・ベーコンによって起こされた反乱である。アメリカの植民地で起こった反乱としては、初めてのものであり、不満を抱いた開拓者が参加した。同じ年にメリーランドでも類似した反乱が起こった。この反乱は、ジェームズタウンの総督に対して向けられたものであり、ベーコンは、 急進的なインディアン対策を要求した。17世紀の終わりまでにチェサピークワーン一体では、大西洋岸の特権的農園主は、海岸地域の地主と呼ばれ、その地域でも最良の農園を所有し、その数には比例しない政治的権力を行使していたので、その他の大多数である、小農夫年期奉公者及び、奴隷の不満を買っていた。小農夫は、良い土地が得られず、 先住民族の攻撃の恐れが強い後廃地に土地を求めていた。1660年以降バージニアの経済は停滞していたので、奥地に住む農夫は生産した商品を市場に運び出すだけでも難重していた。低品質のタバコは常に生産が過剰になり、公開条例の規制によっても追い打ちをかけられて、タバコの価格は下落していた。経済を多様化する実験的な試みには、 費用がかかり、オランダ人やインディアンから防衛する必要性もあって、それらの費用を捻出するために税金が高くなっていた。1674年、植民地の住人は、ロンドンにいるバージニアの領主であるアーリントン教とカルペッパー教に対して、政治的働きかけを行う代理人を送るために、さらなる課税を要求された。この状況は入植者の悲惨さをさらに悪化させるものであり、 バージニア総督、ウィリアム・バークリー教の指導のまずさもあって、政府に対する憤慨が広がった。ベーコンは、植民地の住人の間で、広い支持を得ていたものであり、インディアンに対して、民兵を組織し戦うことを要求した。ベーコンは、様々な政治的駆け引きの後で、辺境のインディアン数種族に対する作戦行動を、率いる任務を認められた。1675年7月、 バージニアのノーザンネック地区、ポトマック川の近くにあったトマス・マシューズのプランテーションを道具族インディアンが襲撃し、闘争が引き起こされた。このことで、植民地の住人は報復のために間違って、サスケ・ハノック族を攻撃し、これがさらにインディアンによる大規模な襲撃を呼んで大変な事態になった。バークリーは、さらなる攻撃を避け、事態を沈静化させるために、 事情の調査を命じた。その結果、関係者間の会合を開いた時に数人のインディアン州長を殺害してしまうという悲惨なことになった。この危機の間、バークリーは植民地住人の自制を常に要求していた。しかし、ベーコンを含め数人が言うことを聞かなかった。ベーコンは友好的なアポマトックスのインディアン数人をトウモロコシを盗んだという角で捕まえることで、 総督の直接命令を無視することになった。バークリーは妥協を生むためにインディアンに弾薬を供給し、1676年3月には長い階段を招集した。しかし、ジェームズタウンに戻った後で、ベーコンとバークリー支持者の間に紛争が起こった。ベーコンの一党はバークリー派に打ち勝ち、総督はバージニアの東海岸に逃走した。ベーコンの一党は首都を3ヶ月間占領し、 貴族政府の象徴である街を破壊した。この時16年前に終わっていたイングランド共和国に習って人民宣言が発せられた。ベーコンは1676年10月26日にセキリで死んだ。反乱はロンドンを母校とする数隻の武装商船がバージニアに到着し、バークリーに従う時まで続いた。これらの船は貿易船であり、その船長たちは到着するまで、 反乱のことを知らなかった。反乱の噂を聞いたイギリス海軍の艦隊がバージニアに向かったが、その到着は、小船隊の到着から数ヶ月遅れた。バークリーはこれらの商船の大砲と船員を使って、反乱を抑えることができた。その後、イギリス艦隊が到着する前に、バークリーは多くの反乱者を裁判にかけて、公刑に処し、恐怖政治に似たものになった。イギリス艦隊と共に、 イギリスの調査委員が到着し、バークリーの報復行動が止められ、多くの恩赦が実行された。反乱者の中でもかなり多くの者が、ノースカロライナのアルベマール開拓地に逃げた。ナサニエルベーコンの反乱にはいくつかの原因が挙げられている。タバコの価格下落のような経済的問題、メリーランドやカロライナ植民地との商業的競争の拡大、及び、 イギリス市場の閉鎖性とイギリス製品の価格上昇が進んだことがバージニアに問題を投げかけていた。気象による多くの問題もあった。今日を伴う嵐、洪水、干ばつ及びハリケーンを含む自然災害が1年の間に植民地を襲ったことがあった。バージニアは新京都革命の時のイングランド内戦の間延長党員と大党員にとって天国でもあった。ベーコンの反乱は 植民地の住人が報復のために間違って、サスケ派の区族を攻撃したために、大規模なインディアンの報復攻撃を呼んだことが、きっかけで始まった。バークリーは攻撃の理由を調べるように命令し、その間に、両者とも自制するように要求したが、多くのバージニア住民は、バークリーがインディアンとの交易を独占して、多くの利益を得ていたと主張し、その自制要求は、 偽善的なものとみなした。ベーコンは、総督の命令を無視し、友好的なアポマトックスのインディアン数人を、トウモロコシを盗んだという角で捕まえた。ベーコンがこのことで建築され、ベーコンの仲間の農夫たちは、この一方の肩を持っているように見える最低に不満を持った。妥協点を乱す、試みの中で、総督はいわゆる、長い階段を召集し、国の周りに防衛ゾーンを作ることで、 悪いインディアンすべてに対して戦々復刻した。そのためにも税金が課され、すでに過重な税金で苦しんでいた開拓者たちの反感を買った。中流や仮想階級の人々の間には、何世代もインディアンと交易してきた、普通の交易業者の犠牲の上に、恵まれた交易業者がインディアンと交易を許されているという悪い感覚があった。 ベーコンはバークリーが取った政策に最も反対するものの中から指導者となり、インディアンとの戦いを志願したものの中から将軍に選ばれた。作戦計画の費用を負担することも約束していた。インディアンに対する作戦実行の間、総督はベーコンを反逆者と宣言した。ベーコンとその部隊はインディアンに対する攻撃を続けた。ベーコンの部隊の数が、 バークリーのものを上回っていたので、総督は、もしベーコンが強準するならば、恩赦を発し、その後はイギリスに送られて、国王チャールズ2世の前で裁判にかけると、約束するしかなかった。バージニア植民地議会の多くの議員はベーコンに同情的であり、ベーコンを議員の一人にも選ばれるようにした。ベーコンはこの議員選出のおかげで1676年6月の、 重要な植民地議会に出席し、以前の行動について釈明する機会を持った。バークリーはすぐに、ベーコンを許し、議会の席を占めることを許可した。ベーコンと、その支持者はインディアンに対して、防衛以上の行動に出ることを求めた。さらに、植民地政府の大きな改革も求めた。インディアン問題を論じているうちに、事態は頂点に達し、ベーコンとその部隊が、 ジェームズタウンの議事堂を取り囲み、総督に対して政府の干渉なしにインディアンに対する作戦を実行するというベーコンの要求を飲ませた。この情報は短期間のものとなり、バークリーは約束を守らなかったので、反乱軍は7月30日から9月までジェームズタウンの町を占領した。7月30日にはベーコンが人民宣言を発した。バークリーが ロンドンを母校とする武装商船隊の助けを得て、町を取り返すために戻ってくると、ベーコンは町を焼いた。ベーコンは、ほんの短期間バージニアを支配したが、その成功はすぐに終わった。10月26日、ベーコンは、セキルで死んだ。ベーコンの部下達は、ベーコンの遺体を焼いたので発見されなかったと、考えられている。反乱軍の何人かは処刑されるか財産を、没収された。 イギリス海軍と調査委員が到着した後で、反乱者はその不平の陳述を許可され、大量の恩赦が下された。調査委員は、バージニアの住民の大多数が反乱を支持していたことを認識した。バージニア植民地が生き残っていくためには、妥協が必要だった。バークリーは、調査委員によって、総督を解任された。バークリーは1677年7月9日、イングランドで死んだ。 ベーコンの反乱は奥地にいた農夫たちの間の不満の結果であり、法律を自分たちのものにして政府の腐敗と抑圧に反抗した。バージニア住民の多くが負債を抱えていた。紙幣の力を頼んで借金することはイギリス政府に止められ、承認階級に対する不満がさらに募った。反乱の支持者の多くは年期奉公者や奴隷であり、バージニアの人口の大半を占めていた。 歴史家たちは、ベーコンが政権を掴んだ間に成した、最も重要な改革は武器を取る権利を認めたことで、あり、普通の者のが敵対的なインディアンから自分を守るだけでなく、先制的な政治に反抗できたということであると指摘した。バークリーが権力を回復した後ですぐにこの権利を撤廃した。ベーコンの判断は、後に植民地の人々の武器を持つ権利の主張について、 動機の一つとなった可能性があると歴史家のミラーは主張している。やはり歴史家のスティーブン・サンダース・ウェブはベーコンの反乱がイギリス内戦に根源を持つ革命であり、アメリカの独立につながるものだったと指摘している。反乱を起こしたのは奴隷、奉公人、及び貧しい農夫が大半だった。反乱前のバージニアではアフリカ人奴隷は稀であった。これはその費用が高く、 アフリカから奴隷を連れてくる貿易業者がいなかったためであった。多くのアフリカ人は年季暴行として連れて来られ、年季が明けた後は自由の身になった。ヨーロッパからの年季奉公者は反乱後もバージニアでその役割を続けたが、アフリカからの奴隷輸入の動きが急速に高まり、新しい法律が制定されて奴隷は修正のものとなり、その子供にも及ぶようになった。 アフリカ人を再加装とする人種に基づく階級制が作られヨーロッパからの最新の年季方向者でもその上の階級となった。このことはベーコンの反乱の間に存在した貧乏なイギリス人とアフリカ人に共通の利益が失われたことを意味した。この反乱でジェームズ側から南のバージニアと現在のノースカロライナ州にあった。 アルベマール開拓地の間の結びつきを強めたが、二つの政府の間には長く続く敵対意識が生まれた。アルベマール地区は反乱の後で反乱者の逃げ込む場所となった。ノースカロライナはバージニア植民地に失望した開拓者に長期に渡って代案を提供し続けた。ありがとうございます。